ろしくお願いします。アジャイルで自分のドレードアプリを開発してみたということで、今日はまあ主にアジャイルの話をしたい。ちょっとABC に参加するのが初めてだったものですから、このネタで人が来ていただけるのかなと大変心配だったんですけど、裏番組が強力な中、個人的には A 会場に来たので、こんなに集まっていたいと、本当にありがとうございます。なんか 10人以下だったらワークショップでもしようかなと思って、なんかペンと付箋を持ってきて、一応考えてはいたんですけど、本当にありがとうございます。で、アジャイル開発ってご存知ですか？ご存知の方？アジャイル開発で開発をしている方がいらっしゃいます。結構いらっしゃいます。5分の1です。はい、ありがとうございます。で、私なんですけど、ビッグドッグで、2年ぐらいかな。アジャイル開発をやらせてもらっています。結構固くアジャイルをやっている、そんな感じです。で、JavaScript のちょっと著書を来週発売なんですけど、Android なんであんまりご興味ないかもしれないので、JavaScript を書かれる方がいらっしゃったので、ご購入いただけると嬉しく。今日お伝えしたいこと、水着のお姉さんは、女性の方申し訳ない。水着のお姉さん好きな人、いっぱいです。ありがとうございます。素晴らしい。よかった。いいです。ということで、何を作ったかというとですね、ビッググラビアっていうグラビアを見れるアプリを作ったんですね。でですね、ここで のいいところなんですけど、皆さんご存知、壇蜜さんですね。壇蜜さんご存知だと思うんですけど、壇蜜さんを無料で、写真集を無料でダウンロードできます。ということで、今、Android 端末もちろん皆さんお持ちだと思いますので、Google Play でいくらで検索してダウンロードします。すべて無料で壇蜜さんが見られますので、今この40分のうちにですね、使ってみていただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。で、ここで作って、私も開発に携わったんですけど、ね、元にですね、2つ今日お伝えしたいと思います。まずはアジャイルっていうのは自分で考えるチームを作ることであるということと、アジャイル開発は今でからでも始める、この2つを、結論にですね、お話ししたいと思います。アジャイル開発、先ほどご存知の方がたくさんいたと思うんですけど、アジャイルソフトウェア開発宣言というものがあります。ここは簡単に言うんですけど、プロセスや通知よりも個人の場合は包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを、契約交渉よりも顧客との協調を、計画に従うことよりも変化への対応ということで、よく誤解されるのは左側は重要じゃないというか無視していいように見えるんですけど、そんなことはなくて、両方左側も右側も重要なんだけども、どっちかというと右側を、重視しましょうねっていうのが、アジャイルで、最近は、海外、日本では全然そんなことはないんですけど、海外だと、アジャイルの方が多いと、ということになっています。で、その中にですね、スクラムっていうアジャイルの開発手法があるんですけど、スクラムっていうのが、よく使われているというか、スクラムっていうのが出てきたから最近アジャイルっていうのが普及し始めたっていう背景もあるというふうに思います。なので今日は、スクラムっていうのを中心に、XP とか分析プロセスもあるんですけど、そちらも、もちろんやってはいるんですけど、今日はスクラムっていうところにをお話ししていきたいというふうに思います。で、我々がなぜアジャイルを始めたかというと、というのは、プロバイダー事業が主なんですけど、その中で、企業向けであるとか個人向けのサービスも作っているというところがあって、アジャイルを始めたんですけど、今ですね、チームから始めたのが、今も14チーム以上、アジャイルのスクラムのチームができていて、これからもっと拡大しようとしています。で、なんでスクラムをここまで取り入れたのかというか、ビッグローブっていうのは、NEC グループなんで結構、硬い、どっちかというと硬いんですね。硬いけど、なぜスクラムを選んだのかというとですね、これちっちゃく見えないかな、ちっちゃいんですけど、従来の開発っていうのは、皆さんどういうコンテキストっていうかバックボーンがあるか分かんないんですけど、大体最初に要件を決めます。で、一気に作ろうとするんですけど、なかなか当たらない、それはもちろんユーザーにも当たらないし、実際我々のような開発デベロッパー側もなかなか動機通りにできなかったり、見積もり通りにできなかったり、なかなかそう最初に思った通りにいかないんですよ。で、問題がたくさん出て、
で、まあ、また市場の変化のスピードも、まあ、皆さんご存知のように、アンドロイドアプリとかを作る上でも、まあ、加速しています。で、リリースしてみないとどうなるか、いくらの計画をたくさん立ててもわからないんです。なので、そういう、まあ、時代背景とか、まあ、現状の開発、ソフトウェア開発の複雑さっていうのも合わせて、変化が起こることを前提に、頻繁に軌道修正することは当たり前のことで、我々 の開発を、そういうふうに考えて、コストが多いと。まあ、つまり変化、常に変化をっていうチームであったり、組織であったり、人であったりっていうのは、ただ、まあ、ちょっと変化っていうと、ちょっと大げさなので、まあ、オバマさんが言ったっていうのは、大きすぎるので、例えば、こんなことをありません。これお前の仕事だろっていうのは、まあ、俺の仕事じゃねえっていうのがありますね。まあ、僕も言ったことありますけど。あと、仕事終わったけどみんな帰ってないから仕事するふりしようみたいな。まあ、そんなことは僕も日常茶飯事でもあります。で、まあ、ちょっとこれは固い会社だからなんですけど、標準化に反するからここは修正できませんとか、工数たくさんかかりますとか、もしかしたらスーツでいらっしゃる方は、そういうご経験がある方がいらっしゃるんですけど、チェックリストチェックしなきゃいけないリリースするかところで、これ何のためにやるんだっけ、でもやんなきゃ許してもらえないじゃんすよみたいなところとか、これもちょっと固い会社だからなんですけど、こういう行事があるんですよね。リリースする前に出荷判定があってバグ曲線で出さなきゃ品質管理者に怒られるところで、バグ質問取ってなきゃ捏造しなきゃいけないことが、まあ、僕もやってました。申し訳ございません。であと、まあ、要件に入ってない、言わなくても空気読みをやれよみたいな、そういうことを、こんなのは日常茶飯事。せっかく作ったのに全然使われない、残念みたいな、すごいお金もかけて苦労したのにっていうこともあります。がっくりということで、まあ、こういうことはやっぱよくあるんですよね。日常、まあ、今でももちろんあるんですけど、でまあ、これは何でかっていうと、本当に必要な作業なのかとか、機能なのかとか、まあ、線を引いちゃうとか、目的を考えずに言われたことだけやるとか、まあ、なんかいろいろ規則とか、まあ、しょうがない意味であるんですけど、まあ、規則とか、商習慣とか、お客様がいるっていうのを理由にして、まあ、改善しない、考えないっていう理由にはならない。まあ、その中でも、ちゃんと考えて、もっと良くしていかないと、まあ、そもそもソフトウェア開発うまくできるわけがないっていうのは、まあ、皆さん思ってると思うんですけど、まあ、どうしてもどっか思考停止しちゃったり、行動ができなかったりすることがある。まあ、こんな問題を解決してもっと良くしたいっていうのが、まあ、本当にベースにあるクラブをやっている、まあ、理由になるんですね。そこで、まあ、ビッグラって呼んでるんですけど、でやったことをちょっと紹介したいと思います。で例えばですね、プロダクトの方向性をみんなで決めるチーム、まあ4人かな、3、4人かいるんですけど、例えば、まあ、リスタートアップとか、これ読んだことある方、僕は右側の本能が好きなんですけど、結構まあ、そのままやれば試すことができる。まあ、ぜひ読んでください。例えば、まあ、エレベーターピッチというのはちょっとアジャイルのプラクティスの一つなんですけど、30秒でプロダクトを説明をするという、これをすることでこう、そのプロダクトの本質が凝縮できるんですね。とか、パッケージデザインとか、まあ、こういうことも目的やし。あと、リーンキャンパスというのはさっきのランニングリーンの中にあるやつなんですけど、まあ、顧客の課題とか、あと顧客の価値は何なのかっていうのを、まあ、見える化するというのです。こういうことをデベロッパーの人も一緒にやる、まあ、スクラムでいうとプロダクトオーナー、顧客のことをプロダクトオーナーなんですけど、もちろんやりますし、一緒に考える、で一緒に答えを出す。そうすると目的が一致するんですね、全員が。まあ、小さいチームだからできる部分もあるんですけど、まあ、こういうことを必ずやる。まず目的っていうのを明確にする、それで共有するって話。あと朝会であるとか振り返りであるとかスプリントでも、これはまあ動くソフトウェアに見せてるんですけど、っていうのをまあこういう感じの雰囲気でいつもやる。これ昨日。そんな感じで雰囲気的にやる。あとカセット検証、まあリンスタートアップの考え方ですけど、まあ、リリースした後にユーザーの動き、Google Analytics とかああいうデータを元にして。まあ、次何をやるのか、で何をやったらどういう効果が出るか、Google Analytics的にこういう数字の変化が出るというのを検証して、じゃあ次何しようかということをやるようなボードを作っていくということです。
で、ところで、まあ、今こんな雰囲気でやってるんですけど、スクラムって何だろう。で、スクラムってご存知の方いらっしゃいますか。ちょっと聞きます。で、スクラムって何だろうっていうことなんです。で、スクラムっていうのはですね、野中幸次郎先生という方の論文、1986年のだいぶ昔です、30年ぐらい前ですけど、論文から来ています。まあ、もちろんこの時代は製造業ですね、日本の製造業、あのトンダであるとか、まあ、他の製造業から来ています。の論文から来ているんですね。なので、あのスクラムの源流は実は日本なんです。ただ、あの作ったのはその下のジェフ・サザーランドさんですね。左側の外国人です。この人はあのスクラム、ソフトウェア開発に、基づいて体系化したのがこの方です。で、まあ、共演したっていうのが2年前なんです。で、まあ、スクラムっていうのは、まあ、いくつかあのやり方とか規定されていることがあるんですけど、もうすごくシンプルなんですね。で、まあ、役割と成果物のイベントがそれぞれあって、これは11個しか今ないんですけど、まあ、主に規定されているのはこれだけなんです。で、まあ、今日は全部お話しできないんですけど、あのまず役割なんですけど、プロダクト、あの3つあります。プロダクトオーナーっていうのは分かりやすいんですけど、プロダクトの責任者、責任を取る人、まあ、もしかしたら顧客であるかもしれないし、まあ、いろいろなと思うんですけど、まあ、プロダクトに対しての、責任を持ってビジョンを示してくださいということです。あと、まあ、優先順位付けですね。実際にどういう機能を作るかとか、そういうことを優先順位付けをしてあのデベロッパーチームに提示する。それからスクラムマスターというのが一番分かりにくいんですけど、これのポイントはですね、プロジェクトリーダーではないということです。プロジェクトリーダーではないということはどういうことかというと、プロジェクトの成功の責任を持たないということです。なので何をやるかというと、仕切るとか管理するのではなくて、いかにあのメンバーに働いてもらうかということを考える。そういう意味でファシリテートとかコーチとかメンターとか、そういうふうに言うんですね。あとは、なんかどっか何も考えないでやってるところがあったら、ちゃんと指摘してあげるとか。その指摘の仕方も質問もするとかですね、そういうなんか、まあ、ある意味間接的なやり方であのメンバーを動かしていくということをやると、まあ、ちょっと難しい人です。で、まあ、最後は、チームですね、デベロッパーチーム。まあ、この人たちが、ある個人が責任を取るんじゃなくて、チームとしてそのプロダクトを成功に導くかの責任を取るというふうな考え方で、進めています。で、まあ、まとめるとこんな感じ。これはあの UX チームを入れちゃったんですけど、まあ、なんかこういろいろ役割とかやることがあって、それが重なり合う、重なり合ったところがプロダクトであるというふうな考え方です。まあ、こういうふうに考えると、デベロッパーチームがプロダクトオーナーのことを考えなきゃいけないし、当然知らなきゃいけないし、その逆もしっかりです、ね、それが合わさっていけば合わさっていくほどいいプロダクトができるというふうに考える。でスクラムマスターは端っこに追い合われてる感じですけど、まあ、でもあの人がいないとですね、チームがうまくまとまらなかったりします。で、まあ、実際あのスクラムはどうやるかというと、まあ、アジャイル開発っていうのは短くイテレーションを切ってやるっていうのはご存知だと思うんですけど、こんな感じです。まあ、今日は全然お話しできないので、まあ、左側からプロダクトバックログという要件一覧があって、それから見積もりをします。で、見積もりをしてタスクを出します。で、タスクを出したら、スプリントを始めます。スプリントっていうのはイテレーションのことです。で、あの毎日朝会をやりながら、そのタスクを処理していく。で、最後に、スプリントデビュー、まあ、今日はスプリントデモという言い方をおっしゃってるんですけど、そこであのプロダクトオーナーも一緒にですね、プロダクトオーナーも一緒に、ごめんなさい、プロダクトオーナーも一緒にあの動くソフトウェアを見せて、次のスプリントで何をするか、どんな反省点があるかっていうのをあの反映していくということであります。あと重要なのは、スプリントレトロスペクティブ、まあ、振り返りっていうんですけど、チームに対してフィードバックをするということをやります。で、これが、まあ、大まかなやること、本当にこれぐらいしか規定されてないんですけど、まあ、簡単に言うとこんな感じなんです。まあ、朝会とか、まあ、見える化ってこの後説明するんですけど、振り返りとかは、チームへのフィードバックをします。で、スプリントレビューとかっていうのは、プロダクトへのフィードバックをします。ということが、すごくあのコンセプトとしてあの明確なんです。フィードバックが大切だと思います。スクラムをやる、アジャイルをやるというのはフィードバックをするというのを基本にするわけです。じゃあ何が重要なのかというと、3つちょっと挙げてみました。で、まず見える化、これはチームに黙って取ってきちゃったんですけど、あるチーム のホワイトボード、これタスクボードなんですけど、僕もですね、チームに関わってないんで、これ
何を示しているかよく分かんないんですけど、これチームがですね、自分でこれが必要だろうと考えてこのタスクボードを構成しているということがポイントです。多分左上がタスクなんだと思うんです。で右側にどうも今週のスケジュールが書いてある。でこういうふうにチームが何をするか、必要なことを自分で考えてこういうふうに見える化をする。でこの前で朝会をするんです。そうすると今日何をやる、僕はじゃあこれを何、これをしようかっていうのを、まあ、その場で共有ができる。そのためにタスクボードがあるんです。それからですね、ちょっと分かりにくいんですけど、例えばソースコードの複雑度、静的解析をやってるんですけど、これあるですね、レガシーコード、レガシーシステムを引き継いだチームの例なんですけど、リファクタリングをしないともうなんかメンテナンス性がない。じゃあどうしようかっていうときに、メソッドの複雑度を取ったんですね。それをなんとか下げていけば品質上がるはずだっていう仮説のもとに、現状の複雑度をそうしてってグラフ化、見える化してるんです。で、下がっていくとですね、モチベーションが結構上がるんです。で同じようにコード幅でですね、でテストがゼロだったんで、レガシーコードなの でテストコードを書き始めました。でテストコードを書くとカバレッジ、まあ、どれぐらいそのソースコードの中で通っているか、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、が如実に上がっててですね、それはかなりテンションが上がっていくんです。もっとなんかテストコードが書きたくなるみたいなっていうことがあって、まあ、こういう見える化をするっていうのはとても大切、モチベーションを上げるためにも大切です。あとですね、こう我々独自なんですけど、このスクラムっていう意味で成熟したチームは何なのかっていう、まあ、前提において質問を100個ぐらい作って、質問にチームに答えてるんです。そうすると点数がつく。で点数つけると、まあ、なんかどっかあんまり考えてないところがあるよね。まあ、さっきXP、まあ、例えばテストコードとかだと、まあ、XP とかあんま考えてないじゃんとか、まあまあ、コードレビューとか、まあ、コードの共同処理とか、ね、そういうことできてないじゃんっていうと下がる。で、1ヶ月後ですね、あ、なんか上がったみたいな。で、これも、まあ、見える化、チームの状態の見える化。こうすることで、チームが考え方が変わったとか、成長したとかっていうのが分かる。これも重要な見える化だと思います。で、見える化っていうのは、何のためにやるかというと、状況を判断するためには多くの正確な情報が必要なんですね。それはもう皆さんいろんなプロジェクトをされているから、今の状況を正確に判断、得て判断するというのはどれだけ重要かというのがお分かりだと思うんですけど、そのために見える化をします。それで見える状態でいうと、チームは意識をするんです。見えるって言っても、まあ、遠くに置いといたら意味ないので、だんだんこう形骸化してくるとですね、僕たちは何て呼ぶかというと、だんだん壁になってきたっていうんですね、ホワイトボード。もう壁って別に意識しないと、それじゃダメで、意識するようにホワイトボードの中身も工夫しなきゃいけないんですけど、まあ、常にチームの意識をするということになります。で、変化が見えると達成感ということですごく重要なんですね。まあ、これは権限以上とか、まあ、そういうことも関わってくるんですけど、チームに任せるとか、まあ、そういうところも含めてやっていかなきゃいけないんですが、まあ、その前提でですね、チームに判断してもらうための演出というか、そういうことをやる必要があります。それから2つ目ですね、振り返りってやったことある方いらっしゃいますか？振り返りです。じゃあ、ABT っていう振り返り、これご存知の方いらっしゃいますか？いや、これなんですけど、キーもそのとおりが来ないというふうに分かれてまして、良かったこと、問題点やること、問題点に対してやることを出すんですけど、まあ、こういう振り返りのやり方をするんです。で、付箋に出すんです。で、まず5分取るので、皆さんのキープ良かった、今週の良かったことを出してくる、黙って書く。それをみんなで一斉に出していくということをすると、まあ、たまにチームの中に声がでかい人がいるじゃないですか、ずっと喋ってる人。そういう人に偏りがちなんですけど、結構寡黙な人の方がですね、重要な情報を持ってたりする。そういう人にも出してもらうということで、そういうやり方をします。で、このようにこう出していくんですね。で、トライが出ますね。問題点を解決するためにこれをやろうということが出ます。そうしたら、必ずやるように仕向けなきゃいけないんですね。ここで左側がトライ出たもので、右側が終わったものです。こういうふうに、これを朝会で毎日共有することで、絶対やらなきゃいけないっていうのを、例えばチームに意識させるということをやる。でまとめますとですね、振り返りというのはチーム自身へのフィードバック、これをね、毎週やることが大切なんです、一番下に書いてあります。
毎週ですね。で振り返りっていうと僕もそうだったんですけど、例えばプロジェクトが終わってから振り返りをするっていうことはよくやることなんですけども、それっていうのはあんまり実感がないんですね。もうプロジェクト終わっちゃったから振り返って次どうしようってなっても実際行動になかなかできなかったりしたことは僕はあったんですけど、そうじゃなくてプロジェクトの真ん中だからこそ改善をするしていくということがとても大切になります。でトライを必ず実行する、まあ、よくあるチーム、僕らのチームにいます。トライを実行しなくなって、苦戦ばっかり溜まっていくチーム、もうそうなっちゃうともうどうしようもないというか、振り返りをやる意味がないので、それだけは絶対避けるということで、継続的な改善、継続的な改善を回していくということが振り返りのポイントです。で、まあ、この2つがチームへのフィードバックということなんですね。で最後はデモというふうに書いてあるんですけど、さっきも説明したんですけど、プロダクトオーナーも一緒に、動作を動き出しながら確認をしています。でそうするとですね、プロダクトへのフィードバックができるんですね。で動くものを見ることでリアリティを持って現状の状態を把握、正しい状態を把握しますね。そうすると、じゃあ次どうしようかというのが、もし未完成であっても、その動くものを見ることで全然実感が違うわけです。なので次のやることに反映されると、そうすると、少しずつ方向っていうか生き方は違うけど最善の方向に向かっていくようになります。さっき的の絵を出しましたけど、やっぱり 100m 先の的に当てるのは相当大変です。それがちょっとずつ、例えば 10m ずつ前に進んでいけばど真ん中に当てることができる、そういうようなイメージで、あともう一個なんですけど、そうだけでもこういうふうにエンドユーザーの動きからプロダクトへのフィードバックをしましょうというのが、リンスタートアップですね。なので、Google アナリティクスというのもそうですし、ユーザーヒアリングとかユーザーテストをするとか、そういうことによってユーザーからプロダクトへのフィードバックをもらって、それを反映する。でスプリントを例えば2週間ごとに切っていれば、2週間ごとにそれを反映することもできる。そういうことでプロダクトへのフィードバックを常に行う。これがプロダクトのフィードバックですね。で、3つお話します。意外に時間がかかってしまう。もしゆっくり聞きたいと思います。この3つでですね、スクラムっていうのはフィードバックを回すっていうことなんですね。これがとても重要です。で、アジャイルっていうのは、臨機応変に対応するっていうふうに、一般的にやってるアジェルという言葉は悪いと思うんですけど、早いと、そういう要素も当然あるんですけど、まずはフィードバックを短い期間で回していくっていうのは、アジェルとスクラムというか本質的な部分の一部なんじゃないかなというふうに思います。で、フィードバックサイクルを短くすればスピードが出る。だからアジェルは結果論じゃないかと僕は思ってるんですけど、例えばその今の振り返りとかスプリントデモのサイクルを3ヶ月にしたらウォーターフォールと変わらないと思うんです。ただそれが3ヶ月だけなんですね。ただそれを例えば1週間とか2週間にしたら、その変化するタイミングが、その3ヶ月やってるのに例えば2週間だったら6倍変化できるということになるだけだと僕は思うんです。だからアジェルというのは臨機応変にやるんじゃなくて短く区切る。それで今日はお話できないんですけど、計画はちゃんと立てます。3ヶ月であっても計画は全部立てますし、その振り返りもしますし、臨機応変というか、言われたからすぐやってあげるっていうことじゃないんです。ちゃんとやるとある程度固くやらなきゃいけない、時間もかかりますし、そういう意味で短くすればするほど変化に対応ができる、だからスピード感が出るっていうのがアジャイルの特徴だと思います。だから考え方がちょっと違う。大切なことはこの3つなんですけど、ちょっとお気づきのことありませんか？で例えば改善の仕方もやるかどうかもチームが決めます。さっき振り返りのお話をしましたけど、誰も別にこうやれとかこれ問題だろうとかっていうじゃないんですけど、チームはフラット、さっき3つの重なり合いをお見せしましたけど、チームがフラットなので、誰も命令しない、誰も命令しないっていうことは、もしかしたらそのチームの中に力関係があったりすると、そうでもない時があるんですけど、力関係があった場合、僕、スクラムマスターとかよく思ってますけど、
力関係があって誰かの発言が強くなったら僕がスクラムマスターの役目になってその人の発言を遮るんです。であなたどう思うというふうに言うと、まあ、議論の活性化したり、例えばこういうのがスクラムマスターの仕事なんですけど、まあ、少なくともスクラムマスターはそういう動き方をするので別に誰も命令はしないわけです。誰も命令をしないから、自分で考えるチームができるわけです。でここがポイントで、まあ、賛否両論あるかもしれませんが、ソフトウェア開発っていうのはすごく複雑なものなんですね。で例えばトヨタ生産方式とかっていうのがあるんですが、あれも改善、当然改善なんですが、例えば設計に半分、まあ、3年ぐらいかけるって言いますよね、まあ、車を作るで設計半分、まあ、その後の工場半分のしたら、工場っていうのはものすごく重要っていうか、まあ、ファクターとして重要なんです。まあ、多分そこをすごく改善するとコストがすごい下がるっていうのがあると思います。ただソフトウェア開発でそこの工場ってどこだっていうと、ある人はビルドするところだけだって言うんです。でビルドするところっていうのは、まあ、リリースするとかそういうところ、本当に最後の一部だけで、まあ、僕もプログラミングするんで分かるんですけど、プログラミングをしたところで物は動かないんですよ。っていうか形で作んないんです。あれを実行しなきゃ動かないわけで、だからプログラミングっていうのは設計図と一緒だと思うんですよね。設計図を書いて実行すればその通りに動くっていうだけなので、だからほとんど設計だと思うんです。なのでその設計をするっていうのは答えがない世界なので、すごく複雑な世界なんですね。だから、誰か中央集権的に一つの頭で考えるのではなくて、10人メンバーがいるんだったら10個の頭で考えた方がたくさん考えられて可能性もたくさん想定できるので、その方が効率がいいしリスクは少ないはずですっていう考え方なんですね。この自分で考えるチームを作る、そういう、まあ、コンセプトでやっています。これちょっとですね、事情があってですね、パワーポイントで持ってきたんですけど、パワーポイントがこのパソコンにちょっと入ってなくて PDF になったので裏見えるんですけど、裏何が書いてあるかというと、さっき話したアンチパターンですね。なんか俺の仕事じゃないとか言っちゃうみたいな、いくつかお話したじゃないですか、品質管理で。あれっていうのはスクラムをやると起きないか、アジャイルをやると起きないかというと起きるんです。当然それは関係ないので、やり方とかその組織の問題とかチームの人の問題なので、ただ問題だと思うから改善すればいいんですね。だからそのさっき申し上げた振り返りとか、そういう改善するプロセスが作られてるんです。振り返りのトライに出して改善するそれが問題だ。問題じゃなかったら改善しなくてもいいんですけど、まあ、大体問題だと思いますね。いかにこうメンバーが正しいと思うことを やるか、まあ、そういうことを考えていきたい。なので、まあ、スクラムとはフィードバックを回すことだとっていうことになるんですね。で、もう一個最初に言ったところに戻るんですけど、この3つ、そんなこと言っても、うちではできないしっていうふうに、まあ多分、ここにこの会場にいる方もいろいろ思ったんですけど、しがらみっていうのがですね、すごくある。で、うちの会社もしがらみだらけ、いまだにです。まあ、前はもっとあったんですけど、うちではできないしと思う、そう思うんですが、でもちょっと思い出したことがあったんですね。なんか開発チームだけでもしかしたらできることはないか。例えば、見える化、まあこれは別に、発注元がどうかとか、なんか規則がどうかとか関係ないですね。明日からでも自分でホワイトボードとか何かあったらあればいいし、まあ、こんな大きいのがなければですね、ダイソーで200円でこのぐらいのホワイトボードがあるので、まあ、それをみんなで使ってもいいと思うんですけど、見える化はすぐできます。あと振り返りですね。振り返り、まあちょっとメンバーを説得するのは難しいかもしれないんですけど、例えば1ヶ月に1回でもいいので、こういうやり方をしてトライを必ず改善でアクションをするということをやると、まあ、チームが変わっていくと思います。なので一歩踏み出す勇気さえあれば、アジャイル開発というのはやっぱりできるんじゃないかなというふうに思います。だからアジャイル開発がフィードバックだというふうに、まあ、私は今日の皆様には、まあ、定義をしてしまいますけど、そのフィードバックを回すためにこういう活動を常にやっていくということがとても大切になるんじゃないかなと思います。いつやということで、まあいいんですけど、まあ、ぜひですね、やってみていただきたいんですね。やっぱ改善活動っていうのは日本人の本質っていうか、やっぱトヨタの生産方式だって、
けですから、文字的に何か刻み込まれて、でこの間誰か言ってたんですけど、日本人っていうのはどうもドラッカーの方に、ドラッカーの非営利組織の経営っていうようになって、最近ってこの間まで読んでたんですけど、その中でドラッカーが言ってたのは、アメリカ人は革新的なことをやるのが好きでできる、日本人っていうのは何かどうも今あるものを改善していくっていうのがすごくうまい、アメリカ人にないものだから見習わなきゃいけない、まああれは1980年代の日本がバブルとか、あの一番いい時の話なんで、今は分かんないんですけど、まあ、少なくともそうなんです。だから今あることを改善するっていうことは我々の DNA にあるというふうに思ってもいいんじゃないかなと思うので、改善をするっていうことをぜひやってみてもらいたいなと思います。で組織として、これはちょっと紹介なんですけど、うちはまあ組織としてやってます。でどういうふうな雰囲気でやってるかっていうと、まあ、みんなでこういろんなチームが朝会始めると許されるんですとか、まあ、ペアプロしますとか、あのチーム横断でいろんなプロジェクト、全然関係ないプロジェクト横断でディスカッションを毎週しています。そこで、まあ、課題を出してどういうふうに解決するのかっていう、あの、まあ、ディスカッション、ワークショップをやってるんですけど、そういうことで情報を共有するとか、まあ、こんな感じです。結構素でこうやってるんです。まあ、あの写真撮ったからとかじゃなくて、いつもこういう感じになるんですね。とか、まあ、ワークショップ。まあなんか生き生きチームってやってうさんくさいんですけど、まあなんか結構、まあ、楽しそうにやってます。まあ、これはあの自分で考えて、自分で行動したら、あの振り返りなんかそうなんですね。問題点があるっていう言うだけだと、まあ、誰でもできるんですけど、それが、あ、そうだねってチームの全員が言ってくれて、誰かが行動したら嬉しいんです。だから、もっと問題点を出そうと思うんですよね。なんか子供みたいなんですけど、大人もそうなんです。なので、だんだんそうすると自分の思う通りにできるようになると、楽しくなってくるっていうのは、結構ベースとしてあるんですね。で、まあ環境を変える。まあこういうフリースペースを作ったりですね、まあ、雰囲気を変えるというか、まあミーティングしやすいスペースを作ったりしています。これは立ち会議用というか、まあ、ホワイトボードをたくさん買ったり、まあ、そんな高くないんですけど、1、2万ぐらいたくさん買ってもそんな支障はない。で、あのまとめますとですね、まあ、ビッググラビアはジェルで開発しました。ぜひインストールして断密をダウンロードしてください。で、あの大切なボタン3つあります。見える化と振り返りとデモ、まあ、これは初級編なんか他にもいっぱいあるんですけど、まずは本質的なことです。で、スクラムっていうのはフィードバックを回すことで、それは何が目的かというと、自分で考えるチームを作る、それから強化までもできるというのが目的です。で、一つ、よくですね、我々も、まあ、どっちかというと発注者側に来ることがあるんですけど、アジャイルできますという会社さんが結構いるんですね。ただ、そういうふうにおっしゃる会社さんに限ってうまくいかないことが多いです。で、なぜなら、アジャイルというのはやっぱちょっと誤解してる。まあ、なんか臨機応変にやります。というふうに解釈している方がいるんですね。でも臨機応変にやるというのは、まあ、いい見方をすると臨機応変なんだけども、ちょっと悪い見方をすると、まあ、行き当たりばったりということだと思います。で、行き当たりばったりだと、やっぱそれはすごくリスクが出てきちゃいます。でもどっかで線を引かなきゃあのコストかかっちゃうし、まあ、そんな臨機応変にできるわけがないんです。ただ、アジャイルはああいうふうにこう短く切って、それをちゃんとその短い間でちゃんとやるけど、そこでこう変更ができる、変化を、まあ、許容するというか、そういうやり方でやるので、まあ、アジャイルになっているということですね。だから僕らあのもし発注者側になると、アジャイルでやるっていう会社さんは疑います。まあ、話せば分かってないけどすぐ分かるんですけど、逆にあの開発会社側もアジャイルでやるっていうのはものすごいリスクだと思うんです。だって発注者側はアジャイルでやるって言ったら、あ、臨機応変にやればいいのに、じゃあ最初は全然要件出さなくていいでしょっていうふうになるでしょ。だから僕は発注者じゃない、開発会社側になってもアジャイルできるっていうふうに僕は絶対言いたくないです、ね、リスクがありすぎる。まあ、なんかそういうちょっと考え方をですね、もしそういう考え方をしている方がいらっしゃったら少し変えていただいて、アジャイルはきっちりやらなきゃいけない。ただそのスパンを短くする。それにおいてコミュニケーションを増やすについて、あの変化を許容してどんどんいいものを作る。そのいいものを作っていくっていうだけじゃなくて、チームも成長させる。ということを一緒にやっていくと、5年後素晴らしい人たちが出来上がって素晴らしいプロダクトが出来上がるかもしれないと思って僕たちはやっています。ということで最後なんですけど、とはいえ、まあ、今日話したことがよくわからないんじゃないか
実際前回話してません、計画の仕方、見積もりの仕方とかいろいろあるんですけど、何も話してません。ということで、うちとしてはですね、研修プログラムの計画しています。で、よく高3の方が研修プログラム、アジャイルで最近増えてきたんですけど、まあ、我々は僕自身が研修講師として出ていって、まあ、実際実践している方が教えますみたいな感じでやるので、まあ、生の実際うまくいかないところも含めてですね、お話しできると思いますので、まあ、もしあったら、ご気軽にご相談ください。まあ、もしアジャイル開発やりたいという方がいらっしゃったら、まあ、アジャイルコーチみたいな形でご支援するみたいなこともできますので、お気軽にお声かけいただければなというふうに思います。ということで、ビッグランもよろしくて、ダウンについてダウンです。はい、ということで以上でございます。ありがとうございました。色合いで終わっていただいて、なんか質問時間もありそうなので、ご質問のある方は、手を挙げていただくなり、はい、最後の方で、あ、いいですか、最後の方でそのうまくいかない点をちょっと教えます。はい、例えば計画が適当ではダメだとか、講演者も教えていただいたとか、もういくつか実際に出られて、意外と難しかったので、できたなかなかできないかもしれないです。はい、たくさんあります。例えばですね、前に書いてあった、例えばですね、まあ、ずっと受け負いというか、受け身体質でやってきて、僕もそうだったんですけど、受け身体質でやると自分で考えるって言われると考えられないんですよ。もっといろんなことやってみって言ってるのに、やっぱりなんか一元というか、今までどおりの考え方を答えを出しちゃう。だからなんか今までこうやれって言われたような答えを出してしまうとか、それだと全然解決にならないから、やっぱりその人の考え方を変えるというのはすごく大変です。3ヶ月ぐらいかかります。初めての人が集まって、ちゃんとそういう本質的に考えているのは3ヶ月かかるし、3ヶ月かかってもなんかどっかで停滞しちゃうんです。だからそこでどう刺激を与えるか、うちではメンバーを定期的に交代したり刺激を与えたり、でまあ、僕みたいなアジャイルコーチみたいな人がチームに乗り込んでいって意地悪なことにしたりとか、まあ、そういうようなことをやったりしています。で、まあ、例えば計画がうまくいかないっていうのもあるんですけど、それは先ほど言ったようにうまくいかなければ改善すればいいので、それはなんかチームが勝手にやることかというふうに、その改善をしようっていう意識であったり考え方が柔軟であれば、それはいくらでも改善できるんじゃないかなというふうに思います。あとはお客との関係ですね。まあ、うちもどうしても事業部っていうか、そのプロダクトオーナー側っていうのは事業部が違うので考え方が違うんです。でその人をどう巻き込むか、考え方を変えるかっていうのは、まあ、常に課題になります。多分 SI の案件とかでお客様がどう分析するか、まあ、もちろん上下関係とか、そういう時はお客様をどう巻き込むかっていうのは多分すごくいい課題になると思うんですけど、まあ、それも信頼関係というので、アジャイルのようにじゃなくてまずは信頼関係を作るっていうのはどんなことでも同じなので、そういう活動を最初にやるというのが大切かなというふうに思います。ありがとうございます。他にありますでしょうか。もう一点。はい、はい、どうぞ。すごい ADC さん、TikTok さん、私も もちろん知っている有名な固い企業は思ったんですけども、はい、上を説得するのってとても大変だと思うんですよ。まあ、今ちょっと録画してて、これ動画が上がるかわかんないんで、ちょっとあれなんですけど、こんな苦労話があったなとか、まあ、もしあれかこれ、ちょっと教えていただければ、こうやって倒したらないですね、受け入れてもらったみたいな話を教えていただければ。最初に始めた時の話をしたいと思うんですけど、まあ、私も含めて最初に2年前に始めました。でその時に、まあ、アジャイルも何もなかったんですけど、まず自分たちで作ってみないかということで、無理やり始めたんです。でその時にですね、まあ、いろいろ言われました。こいつらにできるのかとか、本当に今理解してくれているレーティングの上も含めて、でもちろんマネジメント方法も変わってないんで、さっきの品質管理グループみたいなのも来るわけですね。だそれを耐えまして、で、まあ、そのメンバーも含め、全然プログラミングやったことのないメンバーを僕は引っ張っててやって、結果が出たんです。結果が出たっていうのは、まあ、売り上げは上がらなかったんですけど、リリースすることができたんです。でその結果が出るっていうのはすごく重要なんです。やっぱり結果が出ると上の目は変わるんです。だからアジャイルをやりたいっていうのが手段なので、
アジェンダがある必要は僕は必ずしもないと思うんですけど、ただまあこういうやり方をやるといいよと思っているのであれば、そういうやり方をちょっとやりながら、とにかく結果を出す。で結果を出すと、結果を出してアジャイルでやりましたと言えば、まあ、上はどうせ細かいことは分からないので、あ、アジャイルがいいのかなって。だから、やっぱ説得するというか、理解してもらうというのは当然説明は必要なんですけど、その、まあ、もう一つ、やっぱりそれよりも最も重要なのは、結果を出す、数字を出す、リリースをする。そういうことが重要なので、まずそこに注力するということをやったらいいんじゃないかなと、今言います。私も、まあ、プログラマーなので、はい、プロダクトで示すのが何なのかそうだと思うんですけど、もし意見が多めそうだったら、そういうふうに結果で示したいと思います。今、う、回、ん、あと1点ぐらいですが、あと1件ぐらいの時間はあるかと思うんですけど、計画も。はい。自分も今現場でスクラムで開発してるんですけども、見える化について何か結構チームで改善されて見える化の方法を変えたりするところとかもあったりするんでしょうか。あればその事例とか教えていただきたいんですけども。そうですね、たくさんありますね。どうなんでしょう、あんまりうまくいかないっていう感じですか。今はタスクカードの量が膨大になってきていて、それを一旦紙に起こすのをやめよう、データだけで管理しようというふうにしたりとかしてるんですけども、ちょっとそういうなんか規模が大きくなってきた時の効率化なんかの点であれば教えていただきたいです。そうですね、規模が大きくなってきた時には、まあ、ちょっと違う答えかもしれないですけど、例えばチームを分けるとか、まあ、なんかそういうことは、まあ、うちでは考えています。まあ、タスクボードの話を言いますと、今タスクボードをお見せしたチームはタスクボードを使っているんですが、デッドマインを使っているチームがあります。それはもう同じで、選択もめんどくさい人は、あとデッドマインのいいところは、データとして残るということですね。で誰が何をやったかって全部残るんです。そうすると後で振り返るときに、この人たくさんチケットやったとかっていうのが分かるので、デッドマインを使っているチームがあると思うんですけど、それは特に問題はないかと思います。なので、まあ、さっきの問題の話なんですけど、ごめんなさい、答えになってないかもしれないけど、やっぱそれをどうチームで考えさせるかっていうところを注力していくと。やり方っていうのはちょっと、もうちょっとよろしければ後でお話、コンテキストをお話しさせていただければいろいろ出ると思うんですけど、根本的に僕がスクラムマスターだったら、今の話はもっと考えなさい、これが問題、たくさんあるっていうのが問題でしょっていうふうに思うんだったら、じゃあどうすればいいか、みんなで考えようっていう場を作るのか、そういうことをします。本当にそれが問題かどうかわからないので、なんとなくイメージ的に多いから嫌なのかもしれないし、でもそれが必要なことかもしれない。そういうことをちゃんとチームで話し合って、正直な意見が出る場を作るということはすごく大切だと思います。ありがとうございます。はい、まだまだちょっとご質問もある方もいらっしゃると思いますけど、まあ、ここの教室自体は、まあ、これで、今日のセッションは全部終わりなんですが、もう次のセッションに移りたい方もいらっしゃると思いますので、一回ちょっと中締めにさせていただいて、もしも質問がある方はちょっと残っていただきます。はい、お待ちください。ということで、もう一度安西さんに拍手をいただければと思います。